マルセイユ版タロット、マルセイユ版タロット、マルセイユ版タロット、フッツ、タロットでマルセイユは、16世紀から18世紀頃のヨーロッパで大量生産されていたカードの絵柄の総称。またはその絵柄を踏襲したタロットカードの名称。マルセイユ版、マルセイユ系などと略される。一般的には、グリモー版のタロットカードを指して故障する場合が多い。 歴史上、タロットカード自体のルーツを遡ると15世紀のイタリアへと辿ることができ、当時プレイングカードとして、主にカードゲームなどに使われていたものが、そのままヨーロッパ各地へと伝わり、後に何らかの要因によって、占い等の神秘的、卑怯的意味合いを持つものとなっていったと見られている。タロットの項も参照。フランスの歴史において、 文献等に初めてタロットを含むプレイングカードに関わる言及が見られたのは1482年とされている。また、明確にタロットに関わる文献として、フランス最古のものはフランソワラブレイによる著書ガルガンチワとパンタグリュエルであり、その大数行き書にタラウという形で記述されている。なお、出版年は1534年となっている。その後、フランスで カードゲームが一般的なものとなるにつれて、遅くとも16世紀末頃には、リオンやルーアンを中心として、タロットの製造が行われるようになっていた。カードの製造、すなわち、印刷、製紙業は、地理的環境から次第に、地中海沿岸部の都市でも生産が始まるようになる。地中海沿岸の都市は、当時、様々な情報の行き交う港町として発展しており、 アジア、アフリカなど、他国の文化を、いち早く吸収できる環境にあった。そのため、木版印刷、同版印刷に関わる技術についても他の地方に比べ、高いものを誇っており、17世紀頃には、マルセイユをはじめ、トゥーロン、ボルドーなどの地中海沿岸部をはじめ、フランスの各所でもカードが製造されるようになっていた。フランス最古のものとして現存するタロットカードは、 1557年のリオンにて、ケイトリン・ジョフロイという人物によって作成されたものと見られている。このケイトリン・ジョフロイによるタロットのスートは、今日に見られるタロットのスートとは異なり、当時のトランプ、プレイングカードのスートと共通する3種類が確認されているため、その絵柄のデザインとともに、マルシイユ・版タロットと直接共通する点は少ないとされている。 歴史上遡ることのできる範囲において初めて、マルセイユ・バンタロットの絵柄が確認されるのは、マルセイユではなく17世紀後半1650年頃とされているのパリにおいてである。ジャンのブレによって作成されたタロットカードがマルセイユ・バンタロットの絵柄を持つ最も古いデッキとて有力視されている。このデザインが後にタロットカードのデザインとして一般的なものとなり、 これをもとにした様々なバリエーションのカードがフランス各地で生産されることとなった。それらがマルセイユ版と呼ばれるようになったのは20世紀に入ってからのことで、ニコラ・コンベルという18世紀のマルセイユのカードメーカーの作ったタロットを1930年代にグリモー社がマルセイユのタロットの名で復刻したことに始まる。一方、 1854年のパリにおいて一人の人物が一冊の本を出版した。エリハスレビ、本名、アルフォンス・ルイ・コンスタンの書き記した、高等魔術の教義と才議がそれである。やがてこの本に書かれたオカルティズムに基づく神秘思想は、当時のパリを接見することとなり、19世紀半ばから20世紀に至る魔術復興、オカルト思想を象徴する存在となった。 同書はタロットについての解説書でもあったので、以後現代に至るまで世界各地でタロット解釈の解説書の定番の一冊とされてきた。この流れを受け、タロットにも神秘主義、カバラ思想に基づく解釈が取り入れられ、それまで制作されていたカードにも同書の解釈が当てはめられることとなった。やがて、イギリスへと飛びしたタロットの神秘的解釈は、20世紀初頭の1910年、 アーサー・エドワード・ウェイトによるタロットカード、すなわち黄金の夜明け団の競技に基づく、カバラ思想を、心的象徴をふんだんに取り入れたウェイト版タロットとして結実し、このデッキが出版されたのを皮切りに、世界中で神秘的解釈に依拠したタロットカードが制作されることとなった。こうした流れの中、マルセイ・ユ・バンタロットはその歴史、象徴体系の部分から、 様々な研究が進められており、一部では、マルセイユ版こそ、本来のタロットカードの姿であるといった主張が埋まるなど、他のタロットとの差別化を図ろうとする動きも出てきている。木版画調のラフな絵柄が、特徴的なカードで、現在広く用いられているウェイト版タロットとは、ダイアルカナの配列順序が異なっている。また、その歴史の長さなどから、 様々なバリエーションのものが出回っている。以下、代表的なものの一部。この他にも、足したように、デザインの異なるマルセイユバンタロットが作成されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。